こちらはですね、IG1T と言われている、同じく DB テクノロジーズ社製の、パワードスピーカーです。こちらの後ろの方が、パワードシステムを積んでおります。ここに入出力があって、下にパワーコンがついているというタイプですね。で、特徴すべきなのは、この部分に赤外線ポートがついてまして、ちょうど今これ分かると思うんですけど、これ実は2つ重なってます。重なってます。重なっているものなんですけど、この重なっていることによって、こう下のボリュームを動かすと上のボリュームも動くというですね、そういう非常にリンクした、そういうシステムになってます。で、これは本をですね、ちょうどひっくり返した形で接続されている設定なんですけど、何ができるかって言いますと、こうやるとですね、スピーカーが今2つ積んでるよと。すいませんね。で、スタックしますか、それともフライングしますかっていうモードになるんですけど、まあ一応これスタックで、ここですね、角度がですね、変えれちゃうんですよ。ちょっともう一回いきますね。で、これで、なんと角度がですね、下向き、上向き、上10度まで向いちゃうんですね、これね。しかも、このまま、つまり立てた、垂直に立てた状態でそれができるというわけなんですね。ちょっと反射の関係で見にくいかもしれませんけど、今これ0度ってなってますね。で、マイナス2.5度、5度、マイナス10度、0度、マイナス、プラス2.5、プラス5度、10度というふうに向けられるという優れものでございます。すごいと思いません？もう一回いきますよ。これで、こうやると、上向けたり、下向けたり、下2.5度。まあ、これだと上2.5度向けられるんで、2.5度になりましたね。そうすると、垂直に立ってるんですけど、上に指向性を向けられるという優れものでございます。音はですね、まあちょっと今もちょっと入ってるかもしれませんけど、少し SN というかですね、シャーってノイズはちょっと強めに聞こえる気はしますが、かなりパワフルになってくれるモデルとなっています。